なんか150万ドルぐらいで売りに出てるというとんでもねえもんと一緒に撮ってたなという、はい、今回のゲストはマンウィズアミッションのジャンケンジョニーさん。バンドメンバーで勝手にランキング作っちゃいました。もうグーの音も出ないぐらいチャラいです。はい、ダムチャンネルをご覧の皆様、マンウィズアミッションのジャンケンジョニーです。ミレイさんとコラボ楽曲をリリースしたマンウィズアミッションさん、ミレイさんとの出会いって覚えてますか？ミレイさんの存在を知ったのがそのドラマの主題歌かなんかやってた時で、もう何気なく多分キッチンに皿かなんかあったんですかね。 A メロの本当一言二言かなんかで僕も本当に皿洗ってる手止まって、あ、これやばいなと思って、その頃からなんか口酸っぱくメンバーとかなんかいろんな人になんかすごい子いるよってことでなんかギャーギャー言ってたら、気づいたらですね、なんか同じレーベルにいらっしゃるので曲を一緒に作るみたいな話になりまして、その時は初めてのコンタクトだったんですね。そのスタジオに一緒に入って、で初めて会った時に想像してたですね、方と全然違ったのが、コーンかスリップノットの T シャツ着て現れたんですね。すげえなと思って、なんか全然違うなと思いまして、そのあ、こういう音楽聴いてるんだと思って、でなんかものすごいキャピキャピされてる印象でしたね最初は。なんかどうもこんにちはみたいな、よろしくお願いしますみたいな感じで、でもブースに立った瞬間にやっぱもうパチッとスイッチが入って、ものすごい、まあ、あの美しい声で歌われて、あ、すごいなって、それが一番最初の印象です。すごいびっくりしたのが、かなりお若いんですけれども、自分自身と聴いてるその音楽というか、あの好きなアーティストとかものすごい被ってたりまして、やってる音楽のジャンルは違えど、そういったなんかエッセンスみたいなのが多分彼女の音楽とか歌声にすごい現れてると思うので、あ、だからものすごく魅力を感じたのかなって思うぐらい、好きな音楽のジャンルだったり、あの好きなアーティストっていうのは被ってましたね。それは印象的でした。現在開催されているワールドツアーのキービジュアルについても聞いちゃいました。キービジュアルめちゃくちゃ可愛いですね。 ありがとうございます。今回に関してはうちのボーカルの東京田中がいろいろと考えてくれたんですけれども、なるべくなんか大きなテーマというか、ちょっとスケール感の大きいものをね、いろいろ感じさせながらも、ちょっと笑えるようなファニーなものというか、そういったベクトルのものを考えたりするんですけれども、かなり前からその宇宙遊泳するというか、宇宙服を着てのデザインというものを一つ案に上がっておりまして、今回それを実現させていただいたっていう感じですかね。裏話というか、まあ、最新話なんですけど、あの撮影時に使ったあの空飛ぶ車みたいなのがあるんですけど、あれが今ですね、あのすごいことになってるみたいで、お話に聞くとなんか150万ドルぐらいで売りに出てるという日本円に換算すると2億円なんですけど、はい、とんでもねえもんと一緒に撮ってたなという、はい、150万ドルですか。いやー、今考えたんですけどないですね、はい。丸一日オフだったらやりたいことって何ですか？丸一日オフだったらまず早起きしますね。朝6時ぐらいにチャリンコでできるだけ遠くの川沿いを登って遠くに行きまして、朝昼兼用のそばを食べます。はい、まずおそばを食べまして、はい、でその足でそのチャリ降りるなり、チャリのまんまでもいいです、お散歩させていただきます。3時4時ぐらいに、はい、多分疲れてると思いますので、十分運動しまして、温泉もしくは銭湯で風呂に入ります。サウナに入ります。そしてそのサウナの食堂でビールを飲みます。お食事もしまして家に帰ります。録画してたまりにたまってるアメトークを見ますで夕飯をウーバーで自分が好きなカレーかなんかを注文して、でもその頃には多分疲れ果ててるので、取りためたアメトークを見ながらソファーで寝ます。はい、完璧な休日です。はい、続いてはこちらのコーナー、勝手に偏見ランキングということで、今回はですね、発表されたテーマに合わせまして、私の独断と偏見でマンウィザミッション我々のバンドのメンバーに順位をつけまして、ランキングを作ってくださいとのことでございます。はい、テーマは、実はチャラいランキングということでございますので、これも発表してよろしいですか。我々のメンバーで言いますとこんな感じになります。ドンと、はい、こんな感じですね。下からこれはですね、もうダントツ、これあれです、あのダントツでってことですね。ダントツで5位は
スペアリブさんじゃないかなって、ね、まあチャラくないですね。非常に真面目というか、まあチャラいってどういうことなんだっていう、はい、まあここから一気にチャラくなります。ここから一気にチャラくなりまして、でも混戦かな。東京田中さん、次が神風ボーイさん、はい、次はジャンケンジョニーさん、まあチャラいかな。スペアリブさんに比べたらまあチャラめなのかなというところでございますけども、ここから一気にチャラくなります。はい、ここから一気にチャラくなりまして、もうダントツでもうね、不動の位置が DJ サンタモニカさんです。もうグーの音も出ないくらいチャラいです。はい、チャラい、まあ、チャラいというかもう非常にやっぱ人当たりがいいですね。とかもうコミュニケーションがものすごく取りたがりといいますか、もう本当にいろんなところに顔を出しますし、まあ、いろんな人とお話しするのも大好きですし、そういった意味でのチャラさということでございますね。はい、誤解のなきようお願いいたします。以上がマウイズミッションの、実はチャラいランキングでございました。何をやらせてるんですか、この。ゲストの最新情報をお届けするミュージックニュース。ニューシングル絆の奇跡恋焦がれは、アニメ鬼滅の刃、刀鍛冶の里編のですねオープニングとエンディングになっております。シリーズでも初めての男女混成のですね、両楽曲になっておりまして、作品とともに、ものすごくドラマチックにアグレッシブにですね鳴り響いておりますので、ぜひチェックしてみてください。ジャンケンジョニーさんの今歌いたい曲は、今歌いたい楽曲は絆の奇跡恋焦がれでしょうかね。歌いたい理由は、まあ、自分でも、自分にカラオケのですね、印税が入るようにちょっとでもチャリンチャリンさせよう。ダムチャンネルキーワードは、動物の名前。カラオケダムでは動物の名前が入る楽曲を答えられるか挑戦。全然出ない動物の名前。豪華アーティストがゲストに登場。グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。